はい、神奈川県人権啓発センターです。今回も啓発動画ということで、以前やった琴浦町のなんかリーク文書について、説明していくんですけども、文書そのものはこの動画の下の説明欄にありますので、それをご覧になってください。でここではこの文書というものをどう見るかということだけ解説しておきます。これは差別事象の発生状況報告書、これは議会の中でまあ動画原名について対象地域どこだみたいな質問をしたら差別だということで、差別事象として町が扱ったという話で、ここにまあ経過が書いてありますね。であとまあこれはその質問通告書ですね、その議会での発言した時の通告書です。あとこれはですね、勉強会というの、なんか次のページにですね、チラシがあるんですね。多分ね、町の職員とかそういうのに向けてたと思うんですけども、まあ、この北口末広さんですね、まあ、解放同盟の北口末広さんをですね、招いてですね、なんか講演会をやったと。で、勉強会とか、まあ、そういうことで、まあ、いつものパターンですよ。なんか差別事件があるとこうやって講演をやるというのが。であとこれはこれ5月10日2019、つい最近ですね、福本真理子議員の議会発言について、これ福本さんっていう、まあ、下伊勢部落の区長さんがもう童話減免やめていいんじゃないかというふうに言ったことについて、まあ、この人の発言に大いに注目しろと、これね、解放同盟が配ったビラなので、まあここではその福本さんを特に批判するようなことは書いてないんですけども、まあ、この人言ってることおかしいから注目しろっていうふうに言いたいんじゃないかと思います。あとこれはこれ共産党のビラですね。球団会、何が書いてあるかっていうと、そのなんか意見交換会とか勉強会とか解放同盟が言ってるけど、実質的にはあれ確認会とか球団会と変わらんから出なくていいっていうことを書いてるんですね。あとなんか境界線が、上伊勢部落の境界線がどうとかって、ここで言う部落っていうのはあくまで集落っていう意味の部落ですね。これはね、部落問題とは関係ないです。なんか町が境界の設定がいい加減だったんで、なんか本来の地権者じゃない人に電柱の着手料が出てたっていうのは、そういう話で全然関係ないです、これは。あと差別事象対策委員会というものが琴浦町にあって、この名簿ですね、解放同盟入ってますね。まあ、これが送られてきたのは多分ね、まあ、この人らに、こういう人らは何も言えないんじゃないかと、だから解放同盟の言いなりになってるんじゃないのっていうふうに言いたいんだと思います。あとこれはもう団体交渉の文書ですね。解放同盟の、解放同盟と、琴浦町の団体交渉の文書です。で、これ、まあ書いてることっていうのもね、まあ、同和行政続ける相談事情やれって話なんですけど、興味深いのはこの同和減免の件数ですね。平成30年で392件で、457万2700円あったと。で、392件ってこれ多いと思いますよね。まあ、2つ部落があるんですけども、まあ、田舎のね、集落なんで、そんな何千件というような件数あるわけじゃないんですね、その世帯数が。それで392あるで、これひょっとするともう、部落の半分以上とかの人が減免受けてるっていう話になるんじゃないですかね。ということが、まあ、こういう資料から読み取れます。こういうね、文書ってなかなかね、出てこないので、まあ、こういうところから今も続けられている、同和行政の一端っていうのが見ることができるんですよね。で、あと、これはですね、これはね、最後の方から見た方がいいんですかね。これ結局何があったかっていうと、これも共産党絡みで、共産党の長寿の青上議員がこういう文書配ったんですよね。明るい琴浦で違法な組織的脱税って言ってね、かなり厳しい言葉で、固定資産税の同和減免を批判したと。それに対して、解放同盟側の、解放同盟の、まあ、多分顧問か何か、代理人弁護士の山内功さんっていう人がこういう申し入れ書を共産党の議員に出して、まあ、その中で、その脱税みたいなことを書くのは名誉毀損だから、民事刑事訴訟を提起するみたいなことが書いてあるんですね。
それに対しても、青亀議員はもう突っぱねたと。なもん、あんなもん別に名誉毀損でも何でもないって、ね。で、ちなみにこれ聞くところによると、結局刑事訴訟とかそういうのはされなかったらしいですね。民事訴訟も多分ね、されてないんじゃないかと思います。うん、まあ僕もいろいろね、裁判で訴えたり訴えられたりという立場なんだけども、結局その議会の活動としてね、同和連盟についてまあ批判している立場の人なんで、そういう人がまあ組織的脱税ってそういう厳しい言葉を使っても、やっぱそれはやっぱり僕としてもそれはまあ民主主義の議論の範囲内じゃないかなと思うんですよね。あとはあこれね、固定資産税の同和連盟の廃止決議が可決で、福本真理子さん、さっきの、ビラに出てた人なんで、この人はもう賛成したと、廃止しろというふうに。あ、これ何なんだろうね。違法な組織的脱税報道に対する対応状況。これはなんかよくわからないですね。これ、僕もちょっとね、この文章の出どころわかんないんだけども、これ多分解放同盟側の文章じゃないかね。あ、裁判をやる。だのやらないだのっていうような、ああ私自分たちの名誉を守る行動は必要って書いてある。これ多分ね、解放同盟でね、これ解放同盟下磯支部の規約です。なんでこんなもんがここに僕のところにあるんだっていうところなんですけども、まあこういうね、支部の規約とか見るの初めてじゃないんですけども、下磯、まあ琴浦町については見るのは初めてです。事務所を支部長宅に置くとかですね、うん、会員は本会を規約を了承し、本会に加入部落住民部落出身者を会員とするとかね、まあ、その解放同盟とかね、部落の内情が伺える貴重な文書なので、ぜひ皆さんもこれもご覧いただければと思います。あともう一つ、なんかこんな文書あるんじゃ、これよくわかんないんですよね。なんかこれなんか予算とかも入ってて、その予算っていうのはなんか部落問題 CM 放送料とか、なんかこういうの、これね、多分ね、これはまた解放同盟とは別だと思いますね。僕多分ね、これね、同水橋じゃないかなと思って、要は、あ、そうですね、なんか下に多分ね、これはあくまで予測ですよ。同水橋っていうのは同和関係の、まあ、そういう教育を行う機関ですね。下にあと同和対策推進協議会、これこれはですね、まあ同則というのか、事業の方を、推進する団体ですね。でこれはまあ要は解放同盟と、まあ、行政が連携して、そういう同和教育や同和事業を推進するための団体なんですよ。多分それをね、改組するんじゃないかなと、組織替えして一つにするんじゃないかなっていう文書だと思います。これ予想ですよ。何の断りもなく送られてきた文書の、僕もよくわかんないんですけどね、多分まあ内容から見るとそういうことがあったんだなと。あとはこれは町の内部文書ですね。これ、差別事象対策委員会で、まあ鳥取ループがどうのこうのって書いてあるので、これもぜひ読んでみてください。まあ、今回の文書はこういったものです。あとね、皆さんお知らせなんですけども、今週の19日金曜日、10時から、東京都台東区の今堂地区を部落探訪します。10時からです。で、まあ、今堂といえばもうあれかなというふうに、察しのつく人もいらっしゃると思いますので、今回はね、予告して探訪したらどうなるかというのをやってみようと思います。まあ、東京都とかね、解放同盟の東京都連とかね、法務局とかね、僕の部落探訪なんとかやめさせようとしてるんで、で、それで僕も面倒なことは嫌だったんで、ゲリラ的に行ってたんですけども、今回はちょっと試しにね、いついつどこでやりますっていうのをね、予告して行ってみたらどうなるかという、まあそういう試みです。まあ空振りに終わるかもしれないんですけども、なんか面白い人がわらわら出てくるかもしれないので、
まあ、総合の撮影機材とか準備をしていこうかと思います。まあでも多分ね、こういうことを言うと来ないと思うんですよね。だからまあ、遠慮なくやろうと思います。それではまた、ブラック探訪でお楽しみください。